い、何ですか。上がり3ホールですね。上がり3ホール、はい、私、3つ今3つのうち2つ取んないとキャディバッグが持てない。あー、なるほど。今3つだから3対3なんで5個にならないとあのキャディバッグもらえないんですよ。なるほどですね、はい、ということで、あと3分の2、はい、取ります。負けたくないけど開けたいよね。そうですね。ちょっともうホッとしてるもんね。お願いしてもらうっていう。そうだね、2人してね、もうお願いしまくるしかないね、最後ね。私も3回勝っちゃったから、うん、ちょっとなんか気が…わっ気が抜けた。今引き締まりました。新たな技だな。そうでしょ、そうでしょ。いろんな技出してくるから、何が効くか分からない。打てますね。じゃあ、あっち、ちょっとティーグラウンドに行きますね。はい、さあ、行きましょう。はい。このグラウンドに行こう。ワンホールですね。230ヤードのチャンスです。曲がってる。うん、でも大丈夫。短いからね。ナイス。そう簡単には取らさせてもらえないような。ナイスショットされました。よし、試合で。じゃあ、純ちゃんの本気が見れるということで、はい、本気出します。はい、棒に入れます。87ヤード。当たれ。そんなことあるんですか。もうこれが真剣勝負ってやつですね。ですね、多分あれね、初めて見た。なんで、いやーチャンスだったのに。でかっ、うん、なんでそんな飛ぶの。52度で100ヤードぐらい飛んじゃうことになるよ、あれだと。アドネラリンってやつじゃないですか。やばいな、ここはもう落としましたね、完全。まあでも私が乗るか分かんないんで。そうですね、はい、すいませんね、なんか気遣ってもらっちゃって。地球に優しく。このシリーズ何なの。やっぱ地球を守ろうっていうキャンペーンです。暫定です。あったみたい。すごいとこにありますね。危険だ。すげえ。行きます。
たい。台湾の会ラボじゃん。ナイス、ナイスボギー。大変です、残り2ホール全部取らなきゃいけなくなっちゃいました。でも純ちゃんなら取れると思います。頑張らないとね、はい、視聴者さんのために。いきます、ドライバーです。川まで220なんで大丈夫だと思います。いけない場所ですよね。両方多分。まあでも右よりは左の方がいいかもね。そうですよね。うん、打つの？ちょっとやってみてほしいけど。一回やってみる。うん、そうですね。これあれですよ。悪魔のささやきですよ。そうですね。いっぱい打たせようとしてますね。はい、でもやってみます。優しい。そしたらちょうど方向としては。方向はね。ありました。危なかったっすよ。よかった。はい、開けてますね、今度。マウントですか。ナイスショー。ありがとうございます。はい。私ももしかしたら刻まなきゃいけない時になるかもしれない。もっと。超えるけど、ちょっと距離を先には進めない感じだよね。あの右のバンカー何ヤードなんだ。7番6番アイアンですか。あっちに刻むか、もうバコーンって打って曲げるか。これ当たった。ああ。昨日あれであれですね、制限されちゃいますね。無理なんで6番アイアンで奥に刻む。怖かったんですけど。はい、おお。ナイスです。超えたちょっと怖かったですけど。手が引いてました。とりあえず7番ですので、止まんないね。
難しい。パターみたいな。うん、パターみたいな感じ。うまい。惜しい。ナイス。ハイボン。ジクソン。6で。2打差あるんで寄せます。作戦通りじゃない今のは。おお、やめろ。楽しい。OK です。そうです、そうなんですね。そうです。嬉しい。じゃあ私はこれ入れて、はい、入れたら OK です。勝ち星を4つまで持ってきましたね。最終ホール。最終ホール。いや結構必死ですよ。結構必死ですよ。必死。はい。でもリカバリーがすごかったですね。必死ね、必死のね。さすがだなと思って。なんか攻められないみたいな感じで打ってるのがちょっと辛いです。攻めていきたいのに、ね。最終ホールです、アリサちゃん。はい。いやあ、もうだいぶ前にインスタライブ撮っちゃってるから全然ふわっとす、余裕の顔してますよ。もう勝負終わってるから、ね、そんなことないです。私あと1点どうやって取りに行くか。いやでも純ちゃんの本気が見れて私は嬉しいです。本気で本気のミスでしょ。違う。本気で本気のミスしたって、本気のすごいショットが見れてすごい嬉しいです。ちょっとやっぱあと1点本当に取りたいと思います。頑張りましょう。はい、頑張ります。池まで150ヤードって書いてあるよ。池ドライバー打てない。前方右、あ、右側に池があります。あ、ね、あれか、 あれか。全然気にならない。よし、頑張ります。最後、はい、お願いします。お願いします。お願いします。ナイスショー。完璧。完璧ですね。ありがとうございます。ナイス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 ナイ110。あ、レロ転がるだけ転がっちゃう。行き行き行きすぎてバンカー入っちゃった。バンカー、あ、行っちゃった。バンカー入っちゃったな。続きよろしくお願いします。今で85ヤードです。でも上げてるんだよね。まあ、いいか。これでさっき以外にしっかりとが届くはず。あ、右出た。いや、届かない。あ、これが届かないんですね。方向いいけどな。方向いいんですか。方向いいんですか。ね、ないんで下す感じで行っていきます。
安心安全の低い打ちをやめます。勝ちに行くあれでしたね。あ、すくい打ちはね、ちょっとね、手止まるんですよ、うん、私。おらら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 、おらららら、お姉さん。ちょっと怒られてんじゃん。怒ってない。キャディバッグゲットしました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ございました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。もう本当に暑くなってきちゃって、ラウンドするのが大変な季節になってきましたけど、有田さん今日どうでしたか？はい、いや今日は、うん、なんか結果的に、うん、あ、結果言っていいんですか？あ、そうですね、結果は先に言いますか。はい。すいません。今日の結果です、はい、後半プレゼント企画、有田ちゃんが4ホール取りまして、はい、私が残りの5ホール、はい、取りました。おー、ということですね、皆さん全てのアルチビオ商品、はい、ゲットすることができました。ありがとうございます。で、プレゼントの応募については概要欄に応募フォーム記載してありますので、そちらからぜひ応募してお願いします。はい、で3ポイントでアルチビオさんのインスタライブ、私が出させていただけるということなんですけれども。いや、嬉しいですね。ありがとうございます。日にちがですね、7月16日アルチビオさんのインスタアカウントでライブ配信するんですけど、はい、その時に今回のプレゼント企画の当選者の発表をしたいと思います。なので皆さん、アルチビオさんのインスタのアカウントぜひフォローして、ライブ配信見逃さないようにしてください。で今回その応募についてなんですけど、まあ、ニックネームで名前とプラスニックネームを書く欄があると思うので、ニックネームをしっかり書き込んでおいてください。はい、多分夜インスタライブです。あ、そうかそうか、時間がね、はい、時間が8時、7月16日金曜日8時20時から、アルチビオさんの披露店でインスタライブをしたいと思いますので、はい、皆さんぜひそちらもお見逃しなくよろしくお願いします。お願いします。マリサちゃんも一緒に出てくるんですよね。はい、ぜひ一緒に、はい、なんかウェアとかの紹介もできたらなって思ってます。はい、はい、ということで今回はアルチビオさんの美人広報担当アリサちゃんと一緒にラウンドさせていただきました。はい、ありがとうございました。あ、感想言ってなかったね。やっぱすごい暑くてね、はい、頭がおかしいです。はい、アリサちゃんどうでしたか？はい、今日は、はい、そのじゅんちゃんがインスタライブに出てくれることにもなったし、うん、視聴者さんにもプレゼントできることにもなったし、うん、何よりじゅんちゃんがゴルフ上手すぎて、はい、もうすごいかっこよかったです。もう最後にこうやっても上手ですね。そんな風に言ってもらえてありがとうございます。いや、すごい楽しかったので、はい、また、そうですね、はい、またぜひコラボ、はい、一緒にお願いします。企画できたらと思います。お願いします。本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。